トレバー・ホフマン、トレバー・ウィリアム・ホフマン、トレバー・ウィリアム・ホフマン、1967年10月13日隊は、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ベリフラワー出身の元プロ野球選手、投手、右投右打ち。現役時代は主にサンディエゴパドレスで活躍して、1990年代後半から2000年代にかけての MLB において、マリアノ・リベラと並び称されたクローザーであった。メジャーリーグベースボール歴代2位の通算601セーブを積み重ねた、史上初めての通算600セーブ達成者。また、通算セーブ数は、ナショナルリーグでは、歴代1位。シーズン成績では、30セーブ以上を14回、うち40セーブ以上を9回達成した。ファンからは、ホフィーという愛称で親しまれている。2018年、アメリカ野球殿堂入りを果たした。また、兄のグレンも元 MLB 選手、遊撃手で、2014年現在、パドレスで三塁コーチを務めている。1967年10月13日に誕生。動脈の血流が生まれつき悪かったので、生後6週目に片方の腎臓を摘出する手術を受けた。そのため、無事に成長した後もアメリカンフットボールやアマチュアスリングなどの激しい接触を伴うスポーツをすることは禁じられた。兄のグレンがボストンレッドソックスに入団後、ホフマンも野球にのめり込むようになる。アリゾナ大学へ進学し野球部に入部した際は、腎臓が一つしかないホフマンに、大学側は、もしボールが体に当たって死ぬことになっても、大学は一切の責任を負わないという条件を受けたまわりさせる。ホフマンの唯一の腎臓が右半身にあるのに対し、ホフマンは右打者であるため死球を左半身で受けることになるので、この取り決めが成立したという。大学では、内野手としてプレーした。の MLB ドラフトでシンシナティレッズから11巡目、全体290位指名を受ける。しかし、入団後は、芳しい成績を残せなかった。2は、マイナーリーグ A 級のチャールストンで103試合に出場するが打率は212に終わっている。野手としては、メジャー昇格の見込みなしと判断した首脳陣は、ホフマンを投手にコンバートする。本人によれば、肩の強さと多少のコントロールには自信があったが、12歳を最後にマウンドに上がったことがなかったので不安の方が大きかった。しかし、これが成功し、95メートル PH、約時速 152.9 キロメートルの速球を武器にホフマンはマイナーリーグで防御率1点台の活躍を見せた。シーズンより、新球団として、フロリダマーリンズとコロラドロッキーズの2球団が創設されることになり、既存26球団から戦力の一部を新規2球団に配分するためのエクスパンションドラフトが行われた。この時ホフマンはマーリンズに指名され、レッズから新球団へ移籍する。1993年4月6日、新球団の開幕2戦目となるロサンゼルスドジャース戦でメジャー流。2点ビハインドの9回表、西満塁の場面で登板し、エリック・デイビスから空振り三振を奪って、ピンチを脱した。この初登板から4試合は無失点で切り抜け、10試合目の登板となった4月29日のブレーブス戦では、初セーブも記録。6月22日まで28試合に登板し、2勝2敗、2セーブ、防御率 3.28 という成績を残す。1993年6月24日、ゲイリー・シェフィールドらとのトレードで、サンディエゴパドレスへ移籍。移籍後は39試合に投げ2勝4敗3セーブ、防御率 4.31 を記録した。からは、ストライクを取る能力を買われて、チームの抑え投手となり、このシーズンは20セーブ、リーグ7位を記録。2も31セーブ、同6位を挙げる。しかしこの頃から、右肩の痛みに悩まされていたため、最終的には1995年のシーズン、終了後に手術を受けることになった。これにより、球速が著しく低下し、効果的な変化球を習得する必要性に迫られたホフマンは、チェンジアップの改良に取り組む。に復帰したホフマンは42セーブ、同3位、防御率 2.25 の好成績を残し、チームの12年ぶりとなる地区優勝に貢献。自身初めての出場となったポストシーズンでは、セントルイスカージナルスとの地区シリーズ第3戦で9回表に決勝の2点本塁打を浴び、チームは初戦からの3連敗で敗退したが、レギュラーシーズンにおけるホフマンの働きは高く評価れ、シーズン終了後のサイ・ヤング賞投票ではホフマンは5位に入った。は、自己最高となる53セーブ、防御率 1.48 を記録し、最多セーブのタイトルを初めて獲得。さらにオールスターゲームにも初めて選出された。チームは2年ぶりにポストシーズンへ進出し、14年ぶりにリーグ優勝、ワールドシリーズ進出を果たす。しかしチームはニューヨークヤンキースとのワールドシリーズでは、初戦から勝ちもできず4連敗で敗退。ホフマンも第3戦の8回表、1点リードの場面で登板しながら、スコット・ブローシャスに逆転3点本塁打を許し敗戦投手となった。サイ・ヤング賞投票では、トム・グラビンに次ぐ2位に。総得点数では、グラビンの99ポイントに11及ばなかったが、1秒の数だけなら、グラビンの11票を上回る13票を得ていたという接戦だった。3月、ホフマンはからの4年総額3,200万ドル、5年目は、球団オプションで、パドレスと契約を延長。救援投手の契約としては、当時のメジャー最高額である。ホフマンはこの年からまで3年連続で40セーブ以上を上げ、もう38セーブを記録。史上初の8年連続30セーブを達成した。お前に、ホフマンは右肩の回旋筋腱板や鎖骨周辺を2度にわたり、手術し、キャリアで初の故障者リスト入り。この年は9月2日に復帰し、シーズン終了まで9試合に登板したが、セーブ0に終わった。結局パドレスはの球団オプションを破棄し、1年250万ドルで契約を結び直す。ホフマンは2004年41セーブ、防御率 2.30 という成績を残し復活した。は、5月6日のカージナルス戦で、史上3人目の通算400セーブを達成。さらに8月24日のヒューストンアストロズ戦では、ジョン・フランコを抜いて、歴代単独2位となる通算425個目のセーブを挙げた。シーズン終了時には通算セーブ数は436に達しており、リー・スミスが保持する歴代最多記録478の更新も見えてきていた。チームは7年ぶりに地区優勝して、ポストシーズンに進出したが、地区シリーズでカージナルスに0勝3敗で敗れている。その年のオフ、一時はクリーブランド・インディアンスへの移籍の可能性も取り沙汰されたが、パドレスのユニフォームを着て記録を更新したいという本人の強い希望や、アニグレンの説得あり、2年総額1,350万ドル、3年目は球団オプションで残留。そして、9月24日のピッツバーグパイレーツ戦で通算479セーブ目を挙げ、スミスを抜いて通算セーブ数で歴代1位とな。シーズンでも46セーブを記録、2度目の最多セーブのタイトルを獲得し、記録更新に自ら花を添えた。この年はリーグの先発投手の成績が全体的に低調だったこともあり、ホフマンがサイ・ヤング賞を受賞する可能性が高まったが、投票の結果ブランドン・ウェブに次ぐ2位にとどまっている。6月6日のドジャース戦で、前人未到の通算500セーブを達成し、ギネス世界記録に認定された。しかしこの年は低調で、セーブ成功率 85.7% は1997年 84.1% 以来となる低水準だった。また、シーズン終盤には、ロッキーズとのワンゲーム、プレーオフを含む2試合連続でセーブ失敗を犯し、チームはポストシーズン進出を逃すこととなった。続くは防御率が前年より1点近く悪化、またセーブ数も過去5年で最小の30セーブに終わっている。2007年シーズン終了後、ホフマンは FA に。しかしこのオフ、パドレスは緊縮財政下にあった。カリフォルニア州では、夫婦共有財産制をとっており、夫婦が離婚した場合は財産を半分に分配しなければならない。この時、パドレスのオーナーであるジョン・ムーアズが妻と離婚することになり、球団に金をかけられなくなったため、球団は年俸総額の前年比 40% 減を目指していた。パドレスは1年400万ドルにのオプションを付けたオファーを一旦は提示していたが、11月11日に自らこれを取り下げたため、ホフマンのパドレス退団が事実上確定。ホフマンの獲得には、ロサンゼルス・ドジャースやミルウォーキー・ブルワーズが乗り出した。1月13日、ホフマンはブルワーズと年俸600万ドル出来高150万ドルの1年契約を結んだ。移籍1年目は開幕を故障者リストで迎えた。4月26日に復帰し、翌27日のパイレーツ戦でブルワーズとしての初登板を果たした。その後、6月14日のシカゴホワイトソックス戦にかけて 18.2 イニング連続無失点を記録し、の、R・ステファンソンのリリーフ投手としての開幕から、球団連続無失点記録に並んだ。同年、55試合に登板し、37セーブを記録。防御率は11年ぶりの1点台となる 1.83 の好成績だった。GM のダグ・メルビンが、まるで投手コーチをもう一人雇ったみたいだと話すように、ただ選手としてだけではなく、他のチームメイトにとっての見本としてもチームの役に立っている。この活躍を受けブルワーズは、シーズン閉幕直後、即座にホフマンと1年800万ドル、2年目は、総合オプションで契約を延長した。9月8日のカージナルス戦で、メジャー史上初の通算600セーブを達成。2010年シーズン終了後にフリーエージェントとなっていたが、1月11日に今が引き際だと考えたとして、現役引退を決意したことを語った。1月12日にペトコパークで引退記者会見が行われた。2011年6月16日に、古巣パドレスはホフマン在籍時の背番号51を永久欠番に指定すると発表した。9月に第4回 WBC 予選のイギリス代表コーチを務めた。2016年にアメリカ野球殿堂の候補選手入り。惜しくも殿堂入りを逃す結果が2年連続で続いていたが、1月25日、得票率 79.9% でアメリカ野球殿堂入りを果たした。速球とチェンジアップの組み合わせを軸としており、これらの球種を同じ腕の振りから投げ分けて打者に狙い球を絞らせないことで、これまでに多くのセーブを積み重ねてきた投手である。プリンス・フィルダーは、彼がボールを手から離した時、球がすっぽ抜けたように見えるから、思いっきり打ち返してやろうと思うんだ。ところが、バットを振ってもボールはそこにはないんだよ、と、チャド・トレーシーは、まるで彼がボールに紐をつけて操作してるみたいだと、それぞれ感想を述べている。ホフマン本人は、他の球種と握りが違うだけで、同じ腕の振り、同じスピードで投げている。握りが違うと、それだけで、ボールが違う動きをすると話している。本人曰く、これを狙い通りの場所に投げることが、チェンジアップを効果的に見せるための生命線となる、という速球は、球速は87メートル ph。約時速 140.0km ほどである。マイナーリーグで投手に転向した時には 95mph、約時速 152.9km を掲示していたが、その後の肩の故障によって 80mph 台後半に落ちた。ホフマンの投球フォームが真上から投げ下ろすオーバースローであるため、速球にはバックスピンが強くかかる一方で、サイドスピンがほとんどかからず、結果として打者からはボールが浮き上がってくるように見える。そして決め球となるチェンジアップは速球より10メートル ph、約時速 16.1km 前後遅く、77メートル ph、約時速 123.9km ほど。このチェンジアップは投手と打者の中間地点あたりまでは速球と同じ道を描くが、そこから数インチ沈む。この変化をポール・ロデューカは、ボールにパラシュートがついてるよと表現している。握り方は、パームボールに似ていて、親指、人差し指、小指でボールを握る。もともとは、サークルチェンジのような握り方のチェンジアップを投げていたが、同僚のドニー・エリオットからのアドバイスをもとに、試行錯誤を繰り返し、また1995年の手術後は右肩への負担を軽減することも目指した結果、パームボールのような握りになったという。この2つのほか、81.5 メートル PH、約時速 131.2 キロメートルほどのスライダーと71メートル PH、約時速 114.3 キロメートルほどのカーブも投げ、これらの球種を駆使して打者を打ち取る。三振を多く奪うことができ、2009年までの通算、奪三振率は 9.5 を記録する、フライボールピッチャーである。この奪三振率は、マリアノ・リベラ、8.3、や、リー・スミス、8.7、ベニス・エカーズリー、6.6、リッチ・ゴセージ、7.5、ブルース・スーター、7.4、らを上回る数字である。ホフマンが本拠地球場で登板する際、場内には、ロックバンド AC、DC のヘルズベルズという曲が流れるようになっており、ホフマンが投げる最終回はトレバータイムと呼ばれている。冒頭の鐘が流れると勝利を確信した球場が大いに沸く。ホフマン本人もこの曲が好きなのだが、球場で流れるようになったのはパドレスのスタンのアイデアによるものである。また、映画メジャーリーグの中で、チャーリー・シーン演じる救援投手、リッキー・ボーンが登板する際にワイルド・シングという曲が流れるシーンがあることも影響している。2009年にホフマンがパドレスから移籍した後も、ブルワーズがヘルズ・ベルズを流す演出を受け継いだ。この入場曲が流されるようになったのは1998年7月25日の試合からであり、その後、メジャーリーグで最も有名なテーマ曲の一つと言っても過言ではないほどにこれが定着した。ホフマンにあやかってか、他球団の抑え投手でも数人がこのヘルズベルズを登場曲に使ったこともあった。また2006年3月にはパドレスの本拠地ペトコパークで国際大会の第1回ワールドベースボールクラシック決勝日本キューバが開催されたが、この時にもヘルズ・ベルズが場内にかけられている。これは日本代表の抑え投手であり、前年までパドレスに所属していた大塚明典がホフマンにヘルズ・ベルズを入場曲として使用していいか尋ね、ホフマンが快諾したためである。現役時代の全盛期をパドレスを過ごし地元、サンディエゴでは同時代に活躍したトニー・グウィンと並ぶほど絶大な人気を誇っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。